ブルガリアの鍾乳洞。ブルガリアには数千の鍾乳洞があります。管理整備されているところもあれば、特別の装備と熟練したガイドが必要なところもあります。散策の場としてもタフなスポーツとしても鍾乳洞は大変魅力的な世界です。最も興味を引き人気のあるのは、ブラッツァから16キロのところにあるバルカン自然公園にあるレデニカ鍾乳洞です。その玄関では冬と春、自然が幻想的な氷の彫刻を作ります。隣の空間は優れた音響効果が評価され、大演奏ホールと呼ばれています。この鍾乳洞には53種の動物が生息しており、伝説によれば手を浸すと願いが叶うという浅い池もあります。鍾乳洞の愛好家に人気のあるところは、ブルガリア北部ブレストニツァ村の近くにあるサエワドプカ鍾乳洞です。シダの生い茂る入り口から真ん中に干し草の山を思わせる大きなスタラクトンのある空間へと入ります。崩落と呼ばれる次の空間には、地震で落ちた岩石の破片が散らばっています。とどまるところを知らぬ人の想像力は、トリグラド渓谷にある鍾乳洞に悪魔の喉という名を付けました。42メートルの高さから流れ落ちる水が、大聖堂が丸ごと収まるほどの大きさのホールを作り出しています。バルカン半島で最大の高さを誇る地下の滝です。伝説によれば、あのオルフェウスが亡き妻エウリディケを探しに黄泉の国へ行ったのは他でもなくここだったといいます。蛇行する階段を上り、鍾乳洞の名の由来となった悪魔の首を思わせる岩から外へ出ます。ヤゴディンスカ鍾乳洞はロトピ山地の南部ヤゴディナ村から3キロのところにあります。全長10キロのこの鍾乳洞は3つの通路を有しますが、観光客が使えるのは一番下の通路だけです。1100メートルの観光コースは多くの岩のそばを通ります。動物やサンタクロース、白雪姫、ブルガリア民話のピジョとペンダなどの想像上の人物たちを思わせる岩が並んでいます。最も下の階では紀元前4000年の集落の跡が発見されています。大昔人間が住んでいたヤゴディンスカ鍾乳洞と隣のテムラタドゥプカ鍾乳洞はこの地域で最も人気のある観光地です。しかしマグラ鍾乳洞はその中でも実にユニークなもので知られています。ベログラド地区近くのラビシャの丘の南斜面にブルガリア最大級を誇るこの鍾乳洞があります。一つ目の空間には青銅器時代初期から人が住んでいたようです。住居の跡、炉、刃物、装飾品、火打ち石、動物の骨から作った道具などが発見されています。コウモリの糞で描いた落書きが並ぶ美術館のようなところもあります。新石器時代後期の日時計や暦も見つかっており、四季の移り変わりを記述したその正確さに驚かされます。人の進化の跡をたどることのできるこれらの発見に感動を禁じ得ません。ドリャノボ修道院の近くのバチョキロ鍾乳洞やロベチ近辺のデベタキー鍾乳洞でも古代の人の生活の跡が発見されています。鍾乳洞の探索は大変ユニークな体験です。人々は自然の作り出す不思議な形を目にし、それにまつわる数多くの伝説やスリルによって、それは一生の思い出になることでしょう。この経験をお見逃しなく。